5チャンネル専用ブラウザ最大手であるジェインスタイルが7月10日、5ちゃんとの接続を切り、新たな匿名掲示板トーク専用ブラウザに変わった。ユーザーは困っている。匿名掲示板5チャンネルを、PC やスマートフォンで快適に閲覧するための専用ブラウザ最大手であるジェインスタイルが7月10日、5ちゃんとの接続を切り、新たな匿名掲示板トーク専用ブラウザに変わった。ユーザーに予告はなく、トークの正体も不明。5ちゃんを使うつもりが、トークという謎掲示板に書き込まれてしまったなど困惑が広がっており、5ちゃんの運営をめぐる内紛があったのではという見方も出ている。ジェインスタイルは、ジェイン社大阪市が開発運営する、PC スマートフォン向けの掲示板用閲覧ブラウザアプリ。5ちゃんユーザーの多くがこのアプリ経由で5ちゃんを閲覧していた。7月10日、PC 版ジェインスタイルの最新版がリリースされ、トーク専用ブラウザになった。トークは誰もが匿名で自由に投稿できるインターネット掲示板を歌っているが、運営者など詳細は不明。5ちゃんから強制的にトークに移住させられたユーザーは困惑している。トークなんて突然現れた正体不明の怪しい掲示板には行くなってことだ。マジか？書きこテストしてみる。何が起こった？1ジェインスタイルが API サーバーを用意して他のブラウザを締め出す。2他のブラウザはジェインスタイル開発者に API キーをもらうしかなくなる。3ジェインスタイル API が唐突に5ちゃんとの接続を切り怪しいクローンサイトに誘導。4 API サーバー自体が機能していないので全て接続できなくなる。5今朝方多分4時以降現時刻の間線ブラでまた書き込みができるようになった。今ここ。SC 行った方がいいか？今時匿名なんて嘘ついて大丈夫か？嵐がいないから今が一番快適。嵐除去もしない詐欺規制はいらね。嵐もいない規制もない今の5ちゃんは快適。予告なしでやるとか汚い。他所遠くでやってくださいってこと？つまりいつものようにスクールバスで学校から帰ったら、知らない家に到着し、知らない大人が私がお父さんだよ私がお母さんよと言ってくるようなもんだよね。それを受け入れてるやつも含めてやり方が怖すぎるんだよね。というかそれに気がついてないやつすらいそう。お前にとって俺らは家族同然なんだな。うまく化けてるもんだから、本人も気づいてないケースもあるな。歴史の転換点だな。まだ24時間経ってないけど、もう勝負はついてるけどな。ここんとこずっと書き込めなかったから、なんだか知らんがよかった。祭りや祭りや、このビッグウェーブに乗らなきゃ。独占するとクソ化するから両方残しといてくれ。なんとかジェインで書く方法ないの？悪いことしてないのに規制が解除されたわ。3年だぞ。5ちゃんの規制がなくなるのならジェインなんて不要だし。牢屋から解放された人多いのな。API 解放したから核戦ブラ対応待ちだよね。ジェネ以外の、変な規制解除されされたから移る必要ないな。ジム好き、5ちゃん。ひろゆき好き、SC。ひろゆきもジムも嫌い、オープン。よくわからないところ好き、トーク。住み分けできたな。鼻水出たくさ。もしかして台湾有事とか関係してる？トークとか怪しすぎるけどここも十分信用できんしどっこいどっこいやね。まだ、どうなるのか、どうすべきなのか、見通せないな。こちゃんだって十分怪しいのに、さらに別のところとかを、わざわざ行く気がしないよ。しかもこんな強引なやり方するところなんてな。こちゃん異常にやばい。わけわからんな。今までブラウザで書き込めなかったからジェイン使ったてたけど、ブラウザで書き込めるならジェインいらんし、書き込んでみるテスト。規制もないしめっちゃ軽いし助かるわ。結局便所の落書きで金儲けしようとしても、乗っ取りできる時点でぐちゃぐちゃになるだけなんだから、もう線ブラとかなしでいいよ。運営どもの嵐ごっこにはうんざりだから違う方法考えてくれ。PC 民としては全てが快適になって結果良かったけどスマホ民はまだ問題ありか。人口もスマホ民は無視できないから早めに改善されてこっち戻ってきてほしいね。無視できないどころか7割スマホだ。実況系のスレにいるけど、昨晩まではトークが圧倒的。5ちゃんで普通に書き込めるようになってからは5ちゃんが圧倒的だわ。速攻性が必要な実況系ですらこれで、専門スレではトーク利用者など皆無。奇襲攻撃失敗でもう勝負ありじゃね。軽いのはいい。よそでやってくださいって言われたから、実際によそでやってるだけだろう。今まで規制がかかってて全く書き込みできなかったけど、書き込みできました。ありがとうございます。こんな臭いやり方で誘導しているところの、一体何を信用しろってよ。今なら使いやすい匿名総合掲示板にもチャンスあるのか。まともに運営できるならだが、どうしてくれんねん。流れるだけの実況すれは5ちゃんじゃなくてもどこでもいいんだよな。普通の掲示板は残ってる方がありがたいけど。さあどちらが勝つかな。くさ、別にこだわりないから使いやすくて人が多ければどこでもいいね。今はこの混乱を楽しむだけ。どっちが勝っても人は減りそう。ジェインはすぐにアンインストールしたから別に困惑はしとらんよ。スマホから書き越しなくなっただけや。多分ユーザー数3分の1ぐらいになるよね。2ちゃん5ちゃんの歴史的役割が終了した。ブラウザからでももう慣れた。 5.00 インストールしちまったよ。ディレクトリの選択ができなかったし削除してもバックドア残ってそうで。どっちでも良い。使いやすくて人の多い方に行くわ。あとセンブラでないと嵐が出た時どうしようもないわ。早く治ってくれ。規制をなくしたという点ではトーク有能。気持ち悪いから使わんけどな。センブラが本体だったことが可視化した出来事。
ごちゃん急に書き込めるようになっててくさ。書き込めるようになったかな。遠くの入速で新スレがあまり立たないから、もうかそりそうだな。遠くの反乱失敗か。かそったらジェインはごちゃんの広告収入も失って遠くの広告収入もほぼなくなるだろうし、どうするんだろう。なぜジェインが成功すると思ったのかわからん。ごちゃん運営に口で視野狭窄に陥ったとしか思えない。うお、普通に書き込める。一時期、全然書き込めなかったのに。遠く、ブラウザから見てきたけど実況のスレ版、ごちゃんのやつ引き継いでるなっぽいな。せこいな。関係者全員クズなのがこの界隈の伝統。広告うざすぎて無理。遠くは一切広告ないのに。公開されてる API はどうやって使えばいいんや。試しに作ってみたいわ。しゃあないね。現管理人は都合のいい浪人ユーザー以外は追い出したいみたいだし。ごちゃんはもうゴミクズだよ。昔は有識者や専門家もいたのにな。アホなキッズとかに煽られるようになって、Twitter に行ってしまったな。今は逆に SNS じゃ相手されないジジイラの溜まり場になってんもんな、アボちゃん。そういうジジイラと話しても面白くないから。人がどんどん寄りつかなくなる悪循環。SC なんてもう力レスまで引っ張ってきてたけどな。書き込み規制で浪人買わせる。API 独占で広告収入。規制解除と API 解放で一時は良くても運営費どうやって稼ぐん。言うてもユーザーおらんかったら話にならん。まとめサイトとかから徴収してくれ。とりあえずジェインはもともと UI 嫌いだったし、速攻でアンスとしてポイした。ごちゃんをポイするかは今後規制復活させるか次第。もうここはダメね。はいはい、乗っ取り失敗。アホなことしたな。言うほどごちゃんに戻ってくるとも思えんし終わりかな。これ治るんだよね。何が起きたんだよ。どこの板もかそすぎて。自分が書き込めるようになっても何の意味もないわ。直近で浪人買った人はどうすることもできんのかな。現状、ジェイン側で購入した人は、あの会社かメールで問い合わせるしかない。サイト表示されないのでアーカイブ検索して、特定取引なんちゃらは見つけた。遅延というより完全に詐欺よな。まあ一時的に解放してるだけだよね。そのうち規制というようになるでしょう。これを機にどっか移動もありかも。遠くは論外だけど。遠く偽ごちゃんは AA 復活していて、AA 好きのモレには昔の2ちゃんみたいで楽しいけど、いつもイルバンやスレの書き子が全然なくてつまらないよ。それにしてもごちゃんはセンブラないと使いにくいよ。モレって久々に見たぞ。要はジェイン明智光秀状態？3日どころか12時間もたなかったけどな。かけた2年ぶりに入速に帰ってこれたわ。ここプラスだけど、設定をちょっと変えるだけで、メイトでほぼストレスない挙動に復帰できてるから、単に、ジェインが失敗しただけになるよ。広告で稼ぐか広告表示の代償に課金するがしかないんだよ。規制や嵐が蔓延してる掲示板に金払うわけがない。ただでさえ人減ってるのに分散したら共倒れだな。つまり俺たちは、勝利しつつあるってことなんけ？適当。勝った浪人はどうでもいいけど、自動更新だから勝手に引き落としされたら困るな。解約できねえし。使えるなら何でもいいや。このどさくさ紛れでニコニコ動画が再び覇権を握る流れ、あるな。別にお前らとワイワイできればどこでもいいけどな。ごちゃんに関わる必要もない。バージョンアップしなきゃいいだけ？掲示板なんてサービスが悪くても、人が集まってレスができればそれだけでいいんだよ。どい、それが全て。面白い人が来やすい雰囲気作りが大事。個人の趣味とか特定のスレは全員使うけど、ニュース関係はみんなブラウザからミン使ってると思ってたけど違うんだ。他所でやれ規制が1年ぶりくらいに解かれたんだけど、これトークが言ったらまた規制の嵐に戻るのかな。ユーザー無視して勝手にトークを立ち上げたジェインスタイルの会社は信頼できないから移行はしない。でも今のごちゃん運営も巻き添え規制で書き込みできないことが多いからひどいもんだ。うんこ味のカレーか、カレー味のうんこか悩ましいな。少なくとも前者は食いもんなだけマシだろ。ごちゃんがなくなるとかじゃなくセンブラが問題なだけ。おかげでずっとよそ言ってくださいだったのが解除されたわ。ごちゃん運営も舐め腐った感じだし、競争って大事よな。最後の方はごちゃんを潰そうとしていたがなかなか倒れなかった人が離れなかったということやな。なんでごちゃんが公式専用ブラウザを作らないんだよ。普通にブラウザから書き込めるならこっちでいいわ。マジかよ。面白くなってきたな。明らかに怪しくてくさ。匿名ってなんだよくさ。SNS もだが監視支配されるサイバー社会なんだな。これ今のままならごちゃんの圧倒的勝利だろ。今回で規制なんか無意味だとごちゃんが学んだら最強だぞ。ごちゃんのほぼ一般人だけ書き込みできなくした規制って、ローミング買わせるためだったんじゃないのか？ごちゃんがしたい。そのための道具でしかないジェイン。そのジェインに無理やりごちゃん以外に飛ばされたら、そやジェイン捨ててごちゃんに戻ってくるだけだろ。アホなのか。それも今のごちゃん規制ないから最強だしな。規制規制で何も書き込めない掲示板とか使えるかう。規制とか多すぎて使いづらかったから、これを機に使いやすくなってくれるといいな。変わらんようなら廃れてしまった方が良いけど。実況とかはトークにすんなり移動してる感じだけど、入速とかはあんまりスレ伸びてないな。実況なんて30レスくらいすぐ使うだろうによく言ったな。9月までは無制限なんだっけ？ 9 月まではゴチも快適に使えそうだな。書き込めなくなって、これで卒業だなと思ってたけど、今日ちょっと覗いてみたらこんなことに。まさかの全開放。笑っちまうよな。まあ使いやすくなったう。どっちでもいいけど。お前らありがとう。私からは以上だな。ミカエル悟ったものより。
ゴチがこれだけガバガハになったのはそれだけ人が減ったから？アホな野心でコンテンツそのものを潰すような真似すんなボケ。プリゴジェーンはロタ。え、自由に書けるんですか？しかし利用者の意思関係なくクローンサイトに飛ばすのは犯罪みたいなものだな。はっきりわかることは、ゴちゃんからツイッターへの移動がますます進むってこと。みんなよそでやっているようですね。移住させたいなら掲示板コピーで騙すんじゃなくてオリジナルの避難所としてやっていけよ無能。こういう理由で別の場所を用意しましたので移動をお願いしますじゃないとダメだよな。ひろゆき VS ジムの時は少なくとも両陣営が主張をぶつけ合っていた。騙し討ちのような形で移動させようとした時点で信用力ゼロ。日は騙し討ちみたいなもんだったけどね。もっと引っ張ればローミン勝ったのになう。前髪ごちゃんの運営がクソだったか。既存の運営のダメさで比較しちゃいけないよな。やり口の危険さがヤバすぎる。まあ潰れてくれ。俺はあっちでいいわ。どっちが生き残るにしろ負けた方がきっちりと消滅してほしい。何の告知もなくコピーサイトで騙すとか信用できんわな。そのおかげか長らくの規制から解禁されたわう。反乱というにはやり口がせこくて。しかしこうしてブラウザからだと自分の書き込み見失うよな。時間が空いてレスあってもわからないでいる。俺はボちゃんは大体書き捨てだから。レスがついてるかとかまた来るようなスレじゃないと見ないぞ。さてどちらが勝つかね、見物だわ。どうなってんだ、卒業しろってことか。あの謎規制意味わからんかったな。ジェーンやりすぎだよな。案内、理由、移行が当たり前だろうに。いきなり強制移行は信用的な問題が発生するだろ。今は仕方なく、またはよくわからないからジェーン使ってる人だらけだけど、1週間もしたらメイとか DD 通信が主流になって大半がごちゃんに戻ると思うわ。規制ばかりで不満持ってた人多かっただろうし、やり方次第でもっとスムーズにできた感があるな。もうジェーンは一生使わんからな。この裏切りは許さんよ。でも実況派トークの方があるじゃん。どうせボちゃんは終わりなんだろ。来月にはどうなってることやら。でも、ジェーンが反乱を起こしてくれたおかげで、クソ運営ボちゃんの、一般人しか規制しない制限も解除されたから感謝しないと。反乱を起こしたら規制という名の重り外されただけで即投稿してくさ。書けない掲示板入らん。久しぶりに書き込めた。やっぱ今までの過剰な規制が異常すぎたんだ。皮肉なもんだな。書き込める幸せ。書き込みできたの。何年ぶりだろう。嵐が極端に減ったんだが、どういうこと？ごちゃんの運営がジェーンの API を切り離した。それが答えじゃね？今読めないだろうからストールしてるかもしれんが、どうせそう時間かからずに対応してくる。その後に規制とかどうなるかわからんな。スタイル潰したらまたクソ運営に戻るんだろうな。それやったら一気に遠くに流れる。ジェーンにかなりの数のユーザー数を取られてるし。これまでクソみたいな規制されても流れなかっただろ。それが答えだ。いやいや、流れないって。規制やら何やらあってオープンや SC に行ったやつどんだけいるよ。よそやれ規制を理不尽にこんなにやりまくってただで済まないだろうなと、は思ってたよ。予告なしに締め出して強制的に自分とこの怪しいコピーサイトに誘導して廃墟からここ使えなと言われて従うやつはおらんやろ。とはいえ通常ブラウザでごちゃんは見てられん。いずれにせよ、もう一悶着あるんじゃないの。怪しいサイトに誘導するとか雑なやり方だな。まあ一日だけ異世界転生の気分を味合わせてくれたのは評価する。一段落したらウェブブラウザおじさんの数だけごちゃん書き込み増えるんじゃね？我々は20うん年の間に何回かその流れを見てきた。今後どうなるか日を見るより明らかなこと。久しぶりにスレが楽しくてよい。いろんなスから出てきた人がいるよね。単発のジェーン批判が多かったりウォチ批判だったりこれだよこれ。って感じが楽しい。規制ないならこのままにしといてや。マジで血の雨降って地固まるってやつだな。病巣が摘出されてごちゃんが綺麗になった。何にしてもスマホは大変だな。なんだかんだでパソコンが良いわ。しかし世の中ではパソコンはマニアのもので、世間一般はスマホ一台で済ませるような流れだから、ゆくゆくは一般人に逃げ場はないんだろうな。スマホは情報ぶっこ抜き放題だわ。やたら誘導と強制が多いわで高速部の領域よね。どっち行けばいいの？ごちゃんは規制だらけでみんなもううんざりしているんだよ。プリゴジンの乱1日で終了。ジェーンの乱1日で終了。よくこんなガバガバな作戦で、ユーザー囲めると思ったなアホすぎてくさ。これをきっかけにウォチ卒業するか。よくこんなヘイトだけ集める方法実行したよな。まだごちゃんなんかやってんのかよお前ら。ブラウザから書くなら昔の仕様の方が良かった。今は使いにくいな。昔の2チャンネルが、戻ってきた。奪い合う程度にはまだ価値があるのか。もう日に馴染めないおじさんくらいしかいないと思ってたわ。双葉チャンネルってどうなの？移住先としてはあり？ログ保持しないからな。あと文化がここより独特。双葉がダメなら爆災か好き嫌い。ゴムか、嫌だな。爆災はやべえやつやう。爆災って発展場とギャンブルの話ぐらいしかしてなさそうだしな。つかなんで嵐もいなくなってんの。規制なくなったなら増えないとおかしいやろが。あれ？気づいちゃった？え、なんか関連があるんですかね。お前も子供じゃないんだからわかるだろう。これ以上ない答え合わせやね。だよな、くさ。我の封印が解かれた。2年近くぶりかな書き込めたよ。バイバイにチャンネルワールドなのかと思ったけどただのクーデターかよくさ。終わり。動画のご視聴ありがとうございました。